はいお疲れ様です、えー、今回はですねまた新しいスーパーエージェント系の、まあ、AI ツールを見つけたので試してきましたでそれがスカイワークっていう名前の、まあ、スーパーエージェントになるんですけどこいつ結構すごいかもしれないですまだあんまりあの検証がねできてないんですけど実際触った感じで言うとマヌスよりいいかもしれないですねあと パワポのスライドの生成に関してはジェンスパークよりももしかしたらちょっとこっちの方がって思っちゃうかもっていうのがあの現時点での感想です、はい。で、これがですね、どうやらシンガポールかどっかの会社らしくて、で、立ち上げましたよっていうのが紹介が載ってたりとか、あとはこれが公式のページなんですよ。で、一応ここに書いてあるのが、あの、 僕らが入れた、ユーザーが入れた情報はトレーニングに使用しませんっていうのは書かれてるんですね。これ、あの、訳しちゃうと、トレーニングに使用されますっていうふうにあの表記されちゃうんですけど、実際はちゃんと、えっと、翻訳をすると、トレーニングしませんっていうね、ここに、私たちはあなたの個人データがモ,モデルの訓練に使用されないことを、 保証始末っていう風に書いてるので、まあ、一応こういう安全面も考慮してますよっていうのが言われてますねであの、まあ、ひとまずいろいろリサーチをしたりとかあとはスライドを作らせたりしたんですよ今のところ試せたのがこのドキュメントリサーチをかけてドキュメントレポートを書かせるってやつとでこのスライドっていうのをねあのパワーポスライドを作らせるっていうのをやらせたんですけど結構いいんですよ 結構よくってでこれが成功したパターンかなあの本当に作成されているそのシーンに関してはあのジェン・スパークの AI スライドと同じようにここでずっとプレビューが流れていってこんな感じでスライド生成されていくんですねでこれ何がすごいってまずここで普通に編集ができるわけですよ文字とかに関しては。 今ここ飲食業って入れてるんですけど例えばあのご飯屋さんとかで別にまあこんな感じで編集ができるわけですねで保存って押すとまあちゃんと保存されますよとであの本当にこれちょっとね革命だなって個人的に思ったのがここにエクスポートボタンがあって で今のところ期間限定で無料って書いてあるんですけど、まあ無料で、パワポと PDF と、でまあ、あとは HTML とであのインスエクスポートができるんですけど、このエクスポートしたスライドが、ほとんどレイアウト崩れないんですよ。文字化けもしてないし。これ結構すごくないですかで、今回作ったスライドあの、サイズ指定をしてないんで、 まあ若干でかすぎて、あのここに空白ができたりとかはしてるんですけど、これちゃんと16対9でとかっていうふうに設定すれば、多分問題なくいけちゃうと思うんですよね。で、全然崩れてないんですよ、レイアウト。で、全く同じテーマ、この中小企業における生成 AI 導入っていうので、あの僕がチャット g p t と会話して、レイア,あのアウトラインを作った内容をそのまんま入れて、 でプ、プレゼンスライドを作らせたんですね。で、スカイワークで作ると、こんな感じで作れましたよと。で、ジェンスパークで作らせたやつ、これ全く同じですよね。中小企業における生成 AI 導入ガイド。で、作らせて、パワポにエクスポートしたら、まあ、こうやって崩れるわけですよ。当たり前、当たり前のように、今のところジェンスパークはこうやって崩れるんですけど、スカイワークのスライドは、 レイアウト崩れてないんすよね。これなかなかやばくないっすかなかなかやばいと思います。これちょっと、なんだろうな。パワポすれ、パワポプレゼンだけで考えたら、こっちでもいいまである。あの、編集できるって本当にマジ神なんで、これはちょっとね、検討の余地ありかなって個人的には思ってますね。で、あとは、あの、スカイワーク側が、 まあ、例えばこんな感じのスライドが作れますよっていうのをデモで載っけてるんですけどこれ任天堂のゲームのスライドを作ってて結構綺麗にできてるんですよねでこれももともとデフォであってでそれを開いてエクスポートかけたらこんな感じでエクスポートできるんですよでこれ全部当たり前ですけどもうパワポニーになってるんで編集自由なんですよね動かしたりとかも当たり前ですけどできるんで これは結構いいんじゃないかなって思ってます。はい。これだけでもちょっとおって思いませんかこれはなかなかいいぞと。今のところ僕としてはね、興奮してますね。はい。これ面白いな。で、あとは、えっ、ー、と、いろいろさせて、まあ今できる限りですね。できる限りさせて、 あの思春期側晩症の、まあ、基本的には思春期側晩症ってあの男の子女の子の方が数が多いんですけど、まあ、お男の子の場合だったらどうかなっていうのをリサーチをさせたんですね。でそしたらリサーチをするときにどんな感じのリサーチをしますかっていうのでここでいろいろ詳細を決めさせてくれるんですよね。で自分でこういう項目っていうチェック項目を入れてでじゃあやることリスト作りますねって言って。 で,でこれで OK だったら OK くださいって言ってでじゃあ OK っていう風にしたらじゃあここから ToDo リストが作,れ作ったのでこのままやっていきますねっていう風に動き始めるんですよエージェントがでこんな感じであの今何やってるかっていうのをこれはね完全にマヌスっぽいところですね今ね何が実行されてるかっていうのはリアルタイムで見れるんですよこの辺は完全にマヌスパクってるよなっていう <laughs> 感じなんですけどでちゃんとやってくれましたよと で、バーっとリサーチをかけて、じゃあ最後、レポートにまとめますって言って、こんな感じの綺麗なレポートにまとめてくれて、で、ここに、ちゃんとどういうソースから引っ張りましたよっていうのもいけてます。で、今回、パブメドからっていうふうに指定をしたんで、ちゃんとパブメドからいってますね。で、内容もちゃんと良かったですし、こんな感じのグラフも入れてくれたりとか、これなかなかありっすね。 はい、これなかなかありだなと思ってますでこれももちろんエクスポートできます、はいまあ、ただねこれちょっと今ねエクスポートしたんですけどワードに関しては文字化けするんですよね、まあ、文字化けするというかこれも何語なんだみたいな感じの中国語っぽい感じに変換されちゃってワードに関してはちょっとね微妙かなと ただ、えー、っと、P、PDF だったらね、大丈夫でした。PDF だったら文字化けせずにエクスポートができたんで、まあ、このまんまコピーして使うのか、まあ、もしくは PDF でエクスポートすれば、レポートに関しては全然使えるかなっていうところですね。で、リサーチの内容も全然悪くないですし、まとめ方も結構綺麗なんで、 これは十分使えますね。リサーチからのレポートっていうのにも全然使えるし、あとはやっぱりその、パワポスレプレゼンスよね。パワポのプレゼンスライド。これに関してはなかなか良かったなっていうのが、今の感想ですね。あ、で、これ、あの、何回も同じことをさせたんですよ。まあ、こんな感じで。 チャット GPT で、作ったアウトラインを入れてでこれでスライド作ってくれっていう風に、エージェントスライドの方ですね。やったんですけど、エラーが起きちゃって全然ダメだったんですよ。で、このパターンの時って、このスライドを選びます。で、今このスライドモードになってるんですけど、これ接続っていってネットに接続されてるんですよ。で、こちらが与えた情報をネット検索して、 でさらにあの足りない情報を追加してとかあとはその多分エビデンスチェックとかやってくれてるんでしょうね裏取りをっていう風になるとタスクが多くなりすぎて最後スライド生成までっていかなかったんですよなのであの2回目やった時はこの接続をオフにした状態にして作らせたのがこっちですね そしたらもう普通にスライド生成だけで行ってくれたんで、で綺麗に完成しましたよという感じですね。これ結構いいかもしれないっすよ。個人的にはちょっとねびっくりしてます。このやっぱりスライドを作ってくれるっていうところまでは全然いいじゃないですか。ただこれをじゃあパワポにエクスポートした後 ってもうちょっとなのになっていうのがまあ正直な感想なわけですけどもうここをクリアしてくれてるんだったらちょっとこれは話が変わってくるぞっていうのが今現時点の僕の感触になりますはいであとはここにナレッジベースっていうのがあってこれまだ僕使ってないんですけどどうやらここにいろいろ情報をため込んでいけるらしいんですよねで この情報を使ってあのプレゼントスライド作ってくれとかっていうのがあのできるらしくて一回一回タスクに対してファイルを与えるんじゃなくてもうこの自分のアカウントというかこのページの中に対してのナレッジベースっていう形になるのでこれを使うか使わないかは毎回ね選択ができるっぽいんですよ。この辺も結構ね使いやすそうだなって思いましたね。はい なので例えばですけど今、敷春期側岸症の、まあ、レポートを書かせましたよと。で、これに対してまたファイルを追加してで統合させてとかっていうこともできるっぽいんでこれはね、なかなか面白い仕組みかなと思いますね。この辺はちょっと新しいなっていう感じがしてます。はいという感じですかね、まだちょっとね、ざっくりとしか触れてないんですけど。 パワポ崩れずにエクスポートできるのはかなり熱いかなと正直思ってますねでこれあのクレジット制なんですよ最初にアカウントを作ると2500クレジットもらえるんですよで今3つのタスクを実行させてでえっとまあ途中1つはねエラーが起きてもうこれ以上進めないって感じになったんですけどだいたい1つのタスクで300ぐらい消費するのかなっていう感じです だったっすね。だこの思春期即安症のやつに関してはもうめちゃくちゃウェブ検索をさせてで最後にレポートを書かせたんでこれに関しては500ぐらい使ったんですけどあとは普通にスライドを作るぐらいだったらあの全然300ぐらいの消費なんでまあ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 結構いけるんじゃないかなっていう感じですねで料金に関しては月3000円なんですよ で、まあ、ちょっとね、クレジットの有効期限があるのが、うんっていう気はするんですけど、有効期限作っちゃうのかっていうのはね、正直あるんですけど、えっとね、マヌスより安いんですよね、1万クレジットもらえるんで、で、ジェンスパークよりも安いんですよ。ただ、有効期限がっていうところではあるんですけど、ただ、まあ、リサーチとレポートの精度、そこそこよくてで、なおかつあのプライ、プレゼンスライド、 をエクスポートした時に文字崩れとか文字化けとかそのレイアウトが崩れたりとかしないっていうのを考えるとこれはちょっとありかもしれないなって気持ちに今なってますね。ひとまず今無料の状態で使えるのでまあそれこそパーポープレゼンつか作ってでどんどんエクスポートしとけば後で編集ができるわけですよね。 これちょっとね、今のうちに溜め込んどこうかなっていう気になってますね。はい。という感じですかね。で、一応ここになんか友達を招待してクレジットを獲得っていうのがあるんで、で、1日最大5人まで登録成功でクレジット報酬を獲得っていうふうになってるので、あの、まあ、ちょっといやらしいかもしれないですけど、あの、これを概要欄に貼らせていただきますので、まあ、もし興味がある方は、あの、 なんていうんですかねここから踏んでいただければ多分僕にクレジットがあって登録してく,だしくれた人にもあるんじゃないかなと思いますけど、はい、あの一応リンク貼っときますねであの僕になんか報酬が行くのが嫌だなっていう方は普通に「あのスカイワーク」っていう風に検索してもらえればそのままいけるので,でそのまんま登録してもらえれば2500クレジットはまず最初にもらえるので。 あの全然どっちでもいいです。僕は報酬が絶対欲しいとかではないので、はいお好きな方を選んでいただければなと思います。という感じですかね。はい。ちょっとまた面白いのが出てきましたね。下手したら、これちょっとマヌスは食われるんじゃないかなって気がしてますね。うん。まあ、もちろんそれぞれね、マヌスとジェン・スパークと今回のこの。 スカイワークに関しては多分それぞれのまた使い方とか特,殊特徴がね違うと思うんですけどね。うん。それこそジェンスパークに関してはもっともっとたくさんあの機能が多いですしまたなんだろうな知名度とかも含めて全然差があるのでまあ一概には言えないですけどこのエージェント系のツールがまた新しいのが出てきたぞと。でちゃんと よそができ,できてないことをできるようにしてからのリリースをされてるんでこれはまた競争が激化してるなーっていう感じがして面白いですねはいという感じでちょっとスカイワークを見つけて使ってみたのでまずファーストインプレッションの所感としてねあの共有をさせていただきましたあの概要欄にリンク貼っておくので是非試してみてくださいはいというわけで以上です